届けネットワークです。インドチェック、今日はですね、山の木の奈良のお話です。はい、リポーターです、子さんです。はい、はい、その今全国的に広がっている話題なんですが、こちらの奈良枯れという現象。奈良枯れ、はい、奈良枯れというのはですね、奈良やブナなどの広葉樹が枯れてしまうことなんです。奈良、ブナといったどんぐりの木が一斉に枯れてしまう現象のことなんです、ね、どんぐりの木ね、はいはい、去年山形では5万本の木が枯れてしまって、はい、特産のマイタケが取れなくなるという被害もすでに報告されているんですよね。でこのままこの被害が広がっていくと、日本の森の姿も変わってしまうのではないかという専門家の声も上がっていることなんですよね、はい、じゃあなぜ今その奈良枯れが増えてきているんでしょうか。取材してきました。日本を代表する観光都市京都、年間500万人が訪れる清水の舞台で知られる清水寺です。舞台から見えるこの森に3年前の夏、異変が起こりました。コナラの木数十本が赤裂けて枯れてしまったのです。枯れ木はすぐに処分されましたが、今でもその場所には木が生えてきません。ここぽっかり空いてますけども、この辺一帯もう30本ぐらいありますですかね。もう真っ赤になってしまって、はい、同じ頃京都のあちこちで奈良枯れを起こした木が相次ぎました。すごいたくさん枯れた木は1000本以上に上りました。なぜ木が急に枯れてしまったのか、当初京都市はその原因が分かりませんでした。枯れた木にはある特徴がありました。幹には直径2ミリほどの小さな穴が開いていました。どれだけ見てるんですね。さらに根元には大量の木くずが落ちていました。木を倒してみたところ、中には奈良枯れの原因となる犯人が姿を現しました。カシの名がキクイムシ。これは幼虫です。奈良やブナの木に好んで住みつきます。成長するとこの通り、カシノナガキクイムシの特徴は爆発的な繁殖力。それが奈良枯れを引き起こしていました。6月繁殖期を迎え、1匹のオスが木の幹に入り込みます。このオスがフェロモンを出すと、それを合図に数千匹のオスとメスが集まります。この時メスは様々な菌を持ち込みます。その中のあるカビが増殖していきます、うん、それが原因で水分を吸収できなくなり、木が枯れてしまいます、うん、被害はそれだけにとどまりません。翌年成虫になった数万匹の虫が繁殖のため別の木へ飛んでいきます。被害が一気に広がるのです。この奈良枯れが今各地に広がっています。30年前までは7つの県で確認されていました。被害が広がったのは90年代後半、現在23の府と県で確認されています。各地で広がる奈良枯れ、京都大学の山崎道正さんは森の姿が変わったことが奈良枯れ急増の一因と見ています。年々日本の森にはカシノナガキクイムシの好む幹の太い木が増えているというのです。太い木の方が虫にとっては好的な場所になっているということですね。片材部分の容積が多くて繁殖の木のためのスペースが広いということですね。
枯れに悩まされているこの地域は、奈良の木を燃料として利用してきました。かやぶき屋根の家が多く、そこでは囲炉裏の煙で屋根をいぶし、虫が住み着くのを防いだりと、木は生活に欠かせないものでした。ここから見える範囲の山があったら、もうもちろん全部薪に取ったり、炭焼いたり、ね、取ったんですよ。あ、この辺り全部です。しかし、今や薪や炭を使う家はほとんどありません。昭和30年頃から燃料の主役はガスや電気に取って代わられました。人々が山に入り、木を切ることはなくなり、幹の太い木が目立つようになったのです。それが皮肉にも並ばれを加速させています。京都市では全国に先駆けて対策を行っています。枯れた木を切り倒し、特殊なシートでくるむ方法をとっています。シートを巻くことで成虫が外に出ていかないようにします。成虫が飛び出す夏までにシートをくるみ終えなくてはなりません。しかしこの時期の木は水分を多く含み、重さは50キロにもなります。さらにチェーンソーを扱える人も足りません。最後に特殊な液体をかけ、枯れ木に残った虫を駆除します。手間のかかるこの作業、1日で5本程度しか処分できません。枯れた木を中心にした生態系のバランスっていうのが崩れていって、どこに影響が出るか分からないということがありますので、やはり関心を持って何かしらの対策をしていく必要があるだろうっていうふうに私は思ってますけど。大変なんですよね、うん、で今後このナラ枯れ広がるといろんな影響を及ぼすと言われているんですよね。その一つが、木が枯れますと根っこも枯れてしまいますので、地面に土砂が流れやすくなって土砂崩れになってしまう恐れもあるということ。それともう一つなんですが、これは原因の一つ、ナラ枯れの原因の一つと言われているんですけれども、うん、あの熊の餌というのはどんぐりなんです。あ、どんぐり食べていますよね、はい、最近熊が民家を荒らすなんていうお話もよく耳にしますけれども、木が枯れてしまうとどんぐりがなくなってしまいますので、熊の餌